幸せ城城都の城。今回は都の城の桜の名所ご紹介したいと思います。まず最初にご紹介するのは持尾公園の桜です。こちらの桜並木は日本桜名所100選にも選ばれていて、およそ2キロにわたって桜並木が続いているんです。このように出店も出ているので、美味しいものを食べながら桜を楽しむことができるんですよ。そして持尾公園には綺麗な桜がたくさん咲き誇っています。持尾公園はこちらの山すべてが一つの公園になっていて、ソメイヨシノ、ヤマザクラ、ヤエザクラなどおよそ2600本もの桜が植えられているんです。持尾神社からは持尾公園全体の桜を見下ろすことができるんですけども、ここからの景色もまた壮観ですね。続いてやってきたのは観音池公園です。こちらも桜で有名な場所なんですが、見渡す限りの淡いピンクがまた綺麗ですよね。観音池公園のステージ広場では4年ぶりに桜フェスタ高城が開催されました。会場ではステージイベントが行われ、多くの出店でにぎわっていました。ぐずついた天気でしたが、皆さんイベントを楽しんでいましたよ。今日どちらから来られたんですか？鹿児島です。あ、鹿児島、はい、ご存知だったんですか？ここはですね、3年前ぐらいに1回来て。へえ、3年ぶり、はい、じゃあお子さんたちも大きくなったんじゃないですか？生まれる前に来てて。お二人で、はい、どうですか3年ぶりのここの桜は？めっちゃ綺麗です、うん、すごい綺麗ですよね。あ、めちゃめちゃいい写真上手、あら上手。皆さん桜のこの季節を楽しんでらっしゃいますね。他にも一堂ヶ丘公園の桜など、都の城にはたくさんの桜の名所があります。桜の季節は短いものです。ぜひ皆さんも都の城の桜楽しんでくださいね。都の城市の提供でお送りしました。